大量生産ミシンを使わないで本縫いミシンで使う縫っていくっていうのが多分ハンドメイドの定義になると思うんですよね。これだとちょっとポケット取ります。
ビンって言ってて、でこれとこれが中でこう絡まってこれが縫っていくんですよ。これが本縫いミシンってやつですね。大量生産に向いてないんですよ。これいちいち取り替えなきゃいけないからやるの、まあ、これがハンドメイドの一番の定義だと思うんですよね。うん。大量生産ミシンを使わないで本縫いミシンで縫っていくっていうのが多分ハンドメイドの定義になると思うんですよね。